こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、前回の続きでこのシンコペーションに対するこうフィルインのところをやっていきたいと思うんですが、前半をフィルインにしたいってことですね。前回こっちの、ここの受けのところはしっかりやったので、この前半をこう今度分解していきたいって考えるわけですよ。8分音符3つ分あるんですね。でシンコペーションをするときはここが踏み切る音なので、まあとりあえずまずはここの合間を8分音符で埋めてみましょうっていう考え方ですね。ちょっとやってみますね。これはどれでやっても全然平気ですね。で、細かく音符を分割していきたいんですけど、こういうふうにしたいと、これはここが踏み切る音なので、ここは単発の音の方がこう「蹴るぞ!」みたいな「蹴った音!」って感じがするんで、跳躍感が増しますよね。でなのでこれを使ってみました。で、まあ、タムにも言ったんですけど、こうなだれ込むタイプってやつね、こうなだれ込むタイプってやつは、これはこうもう蹴るっていうよりかもうそのまま飛んだみたいな感じのイメージですね。そうするとこうバンド自体はやっぱりやった方が初めての時はやっぱ合わせやすいんですよ。でも同じフレーズってこのフレーズって何回も出てくるじゃないですか。そうするとやっぱりこうずっと同じ踏み切る感じよりかはなんかさらっと飛んじゃったみたいな感じしたかったら、で最初のシンバル無視して3連を作ってみましたが、最初のシンバルはなくても全然平気なんです。これリズム編でもやったと思うんだけど、最初の頭の伸ばしてる音よりも後ろの方が大事なので、ちょっとこれやってみますね。ワン、ツー。もう嫌がられそう。ロックフェスとかでこんなんやられたらもう超嫌がられそうだけどね。なんか要は踏み切る場所がないわけですよ。だからなんか細かい音符だけで、なんか細かい音符って実際大きいホールとかだと聞こえにくいんで、やっぱ大きいフレーズ、細かいフレーズってできるだけ避ける傾向にあるんですが、ジャズの人これやりたいですよね、これね。なので一応両方作ってみました。今やった手順は右右左でやりましたけど、これオルタネットで言ってもいいけど、まあ、自由にしてください。でこれ「ねえのび太くん」フレーズと「ねえのび太くん」ね、シンコペーションの手前に入るあの、まあ、ジョン・ボーナムとかがやってた「のび太くん」で、ここバスドラ2連続するので、このままこれが踏み切るようになって、そのままシンコペーションのバスドラでいくので、ジャズとかだとこの「踏み切る音と踏みそのジャンプする音って変えた方がいいって感じがするんですけど、ロックの場合はこれやってみます。ワン、ツー。非常に面白いですよね。だからここら辺こうやって分解していけると、そうするとこのチェリーの一番最後のここは2連続なんですよ。そうすると「タントコトトンドン」「うたたんたたんとトントコトトコトトン」っていうふうに作ってみましたが、タンタカタタンタタタンとトントトン、だからここは このままここで区切らずに、このままここまで行ってクラッシュになだれ込むみたいな感じ。でも原曲はドラムが2回シンコペーションしてるんですよ。ところがこれちょっと音源だけ聞いてみると、ジャーン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 、誰もシンコペーションしてへんやんけみたいな話ですが、まあ音源こうやってやってみたらこうだったんですけど、これをあえて簡単なちょっとフレーズ、まあ今書いてないですけど簡単なフレーズやってみると、ワンツまあ、2回シンコペーション聞こえる雰囲気なんで、これをそのまま2回アップ、ワンツー。
なんかこう暴れまくってるけどポイントは決めてくるみたいな感じの、雰囲気になるわけですよ。だからなんでここはクラッシュも完全に無視してるし、要は着目してる時はこことここのクラッシュとここのクラッシュで、この間を大きく下ってきてクラッシュで向かって、で裏からドタンタタタタで受けたってことね。ダンタタタタンドンパパンパパンパパンドコ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 パンタタというフレーズですね。これは僕が勝手に作ったことなんで、ジャズ系だったらもっと細かくやっちゃうかなみたいな感じですけど、こう要はポイントポイントに対してこうアプローチを手前から長く長くしていくっていうのがジャズの面白いところなんですよ。ロックの場合はゴツゴツゴツっていうところが逆に面白い、音色とね、その音色とそのタイミングでこうゴツゴツ聞かせていくっていう感じなんですけど、これ使い分けれるなとね、めちゃくちゃ面白いんで、ぜひやっていただきたいなと。でまあ音符のリストつけときましたんで、自分で勝手にこういろいろ組み込んで作れるなっていくと自分で書き出すんですよ。で最初のうちはこのやっぱりワンパターンになりがちなんで、自分で可能性を考えてどん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 書き出してやってみて、いや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 みたいな感じでやっていくんですよ。これできんじゃない、あれできんじゃないみたいなのがめちゃくちゃ面白い。ジョン・コルトレーンっていうサックスの人がね、練習してたのはもう考えられる音を全部書き出してって、でなんかハーモニーバーンって鳴らして、うん、このこれだとハーモニー崩したのな、これはハーモニー崩す音だけどこういう音色で吹けばいいんじゃないかなみたいなことをずっとやり続けたから、だからああいう新しいこう理論が作れたっていうことなんですけど、そういうことでまあ新しい理論を僕は作ったわけじゃないけど、こういう他の人がやらないアプローチを考えていこうと思うと、こういう風にね、こう組み替え、ここにも音入るんじゃない、ここがこれが音抜けるなとかっていう風に考えて遊ぶわけですね。でそういうのができて、まあ本当にビスターですよ。でも本当はもうビートがかっこよくてフィルインがドーンがかっこよければそれでいいんですけど、まあこういうのも好きなんでこういうのやってみたって感じですね。なのでこう得て増えてもあるし、好き嫌いもあると思うんで、あ自分はこの感じでいいなっていうのは自分の中こういろいろ僕はこういうこう研究者タイプなんで、ああだこうだやってる、こうごちゃごちゃやってるみたいな感じなんですけど、まあこういったところをやっていただけると自分の幅が広がるんじゃないかなっていうことでやってみました。じゃあ次回はシンコペーション2つを通り抜けるやり方、ジャンプして一回着地するんだけどすぐジャンプするみたいな感じのスタイルの時はどういうふうにこうアプローチするのかをやっていきたいと思います。まあフィールラックメッキングアップですね。なのでジャズでよく使う感じなので、まあジャズだとこういうのをすごく使うんでやってみたいと思います。というわけで本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。今日の動画が面白かったなとかためになったなという方はぜひいいねボタンを押してください。作る時のモチベーションになりますのでよろしくお願いします。このチャンネルではドラムの演奏ですね、ジャズの演奏とかポップスとかもやってます。あとクラシックとか吹奏楽のコツなんかも教えてます。あとジャズの楽しみ方ですね、リスナーの方とか他の楽器の方が、ジャズが面白いなと思うために、まあ歴史とか、曲の解説とか演奏中に何考えてるかっていう動画を上げてますので、ぜひお楽しみください。週2本ペースでアップしてますので見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。この動画の中の譜面などの資料はメールマガジンの読者さん限定になりますので、詳細欄からメールマガジンの登録をお願いします。では本日もご視聴ありがとうございました。またご視聴よろしくお願いします。